皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は2022年11月8日火曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。我が家子供が3人いるんですけど、助手席 OK ですか？はい。後部座席 OK ですか？はい。チャイルドシート OK ですか？はい。アクセル踏みますって感じで、今日から車を運転することに決めました。私も自分を信じて飛びます。飛べない。主翼の端から端まで30メートル、真上からの映像を思いついた人に惜しみない拍手を送りたい。これがスワン号なんだ。パイロットを含めても総重量は85キロを下回る。大柄な成人男性よりも軽い。物理法則にのっとった厳密な計算が飛行可能にしているけれど、ダヴィンチは奇跡だと思うに違いない。長く厳しい食事制限、本番前日の炭水化物解禁、持続力を高める大義名分。ここでたこ焼きを世界一のご馳走に取るため、スタッフ全員が全霊をかける。舞ちゃんのために、なにわバードマンみんなのために、食い入るように画面を見つめる視聴者のために、これが大阪局制作の朝ドラだ。誰も異論なかろう。舞ちゃんのために食事のバランスを考えて野菜を焼いているのかと思いきや、まさか自分のためだったのか、カリア先輩。舞ちゃんが人の思いに敏感なあまり、それが強いストレスになること、それを乗り越えられたのは後藤とバンバとの日々であったこと、彼女に足りなかったのは自分に対する自信であったこと、3週かけて子供時代を丁寧に描いたからこそバンバとの電話の大切さが伝わるんだな。舞い上がれは見終わった視聴者が自転車のペダルを漕ぐときに、いつもより少しだけ力を入れて漕ぎたくなるような作品だと思っていて、それってすごいことだと思う。見てるみんなが少しずつ自分のペダルを回し出す、これが朝ドラの力なんだよな。ええ報告があるってウキウキしてる舞ちゃんが、ゆら先輩の松葉杖取れたことを先に喜んでるの、ほんまええ子や。感情表現豊かな子って、人のことも自分のことのように喜んでくれる、そういう子いるよな。奇跡でもなんでもなかからの泣かせる言葉連発で全て持っていく刈谷先輩、言った後のドヤ顔も含めて素敵。簡単に飛びすぎてなんか腹立つ。日々厳しい鍛錬をしてたらそう思うのも無理はない。だけど舞ちゃんの服に書かれた由良先輩のメッセージは、ただ楽しんで。みんなの思いが詰まったスワン号を飛ばすプレッシャーに押しつぶされそうになる舞ちゃん、生まれた子の健康を願い、みんなであげるバラモン凧に、もし失敗したらと尻込みしていた子供時代と重ね合わせてしまうね。一人の力だけではない、みんなの力が飛行機を飛ばすのよ。一人かつお節職人がいるぞ。テスト飛行の時もそうだったんだけど、自分が乗っているわけではないのに、スワン号が舞い上がる瞬間、体がふわっとなって、足が軽くなって、重力がなくなって、自分も飛んでいる感覚になる。青いバードマンたちが駆け抜けていくスピード感と浮遊感と、そして気づくと涙がにじんでいる。すごいな。刈谷先輩は冷静に、人力飛行機が飛ぶのは物理法則で説明できるという一方で、このみんなが一人でも欠けてたら高性能な飛行機はできなかった、全員が集合してスワン号を飛ばすことが奇跡なんだと、誰よりロマンチストなのがいい。バンバに電話で怖いと漏らす声と、ペラ回しますの声の凛々しさ、岩倉舞という人間の厚みを感じて心が震える。福原遥さんは声優としても活躍されてるだけあって、やっぱり声の使い方がすごく魅力的だよな。スピンオフはなにわバードマンでお願いします。よく考えたら、タコパで削りたての鰹節を出す刈谷先輩、余ってる場所で野菜焼き始める刈谷先輩、
ブレなくて面白すぎるな。前回のテスト飛行での確認声かけよりも今日の本番の方が声に気合がプラスされていましたよね。ドラマを見ながらこんなに手に汗握ったの初めてかも。期待に大きく書かれたなにわ大学は当日手伝ってくれる OB たちの誇りでもあったと思う。横から映した飛び立つシーンは OB じゃなくても胸熱だった。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。